後者がですね、そのレストランに変わったっていうのは、なんでしょう、今までは学校の廊下だったのに扉を開けたらちょっとこうガラッと印象変わってて、あのこのおしゃれな空間はっていうような、あのその意外性も面白かったです。子どもたちが魚取れた時にすっごい笑顔だったんで、その笑顔はもう久々に見たので、すごいこちらも嬉しくなりました。初めて来たのにもかかわらず、なんか懐かしいようななんか印象を得て、やっぱりその伝統的な文化だったり、まあ、歴史もそうですし、どう残していくかっていうのをすごい、昨日の淡路もそうですし、まあ、今日ここに来てみて、その漁業とかに参加してもすごい考えさせられたなっていうのは思いました。あ、こういう若い世代だからこそ参加するべきツアーだったなっていうふうに感じていて、また来るかもしれないじゃなくて、また来る、また来たいっていう場所になりましたね。はい。